はい、皆さんこんにちは、チェでございます。88の無限の心臓数やっていきましょう。今日からまた取り始めになるんですが、結構ね、先週コメントいただきました。で、もう大体私の中で方針が固まりました。やっぱり敵がね出てこなくなる可能性が十分高いので、もう時にかかろうと思います。時にかかるっていうか、時にかかるための、あれをしようと思います。選抜をね、チームのメンバーのね。で、私が思ってるのはあれですね、一応もう2のメンバー、2のメンバーで、ですから一番序盤のメンバーを、使ってね、2のメンバーじゃないわ、3のメンバーですね。なので序盤に組んでたメンバーですね。ただ職人は使いません。ティキさんでしたっけ。職人はやっぱりコメントでもいただきましたけど、まあ、攻略ページでもあったんですけど、かなり辛いので、まあ、とりあえずハロルシエさん、結構ね便利だったのでね、魔法使いが2人、ただ井原さんが今後覚えていくでしょうから、井原さんが覚えたらどうしようかな、まあ、逆にハロルシエさんが回復を覚えたら、ハロルシエさんを残して、ちょっと、ね、回復よりも魔法の方がいい気がしてるんで、っていう気もしますね。でやはり石はもう早々と取らした方が良かったみたいですね。さまよえる塔の後で取れば取るだけ遅れるようなので、そこはちょっとミスったかなとは思いますけど、まあただ今のところね、古い魔法を旧世界のオリジナル魔法っていうのがないような気がするんで、あったらドツボなんですけどね。究極の魔法なんかが2の世界にあろうもんならね、ヒャーってなっちゃうんで、もうそうなるとウルルさん取り返しに行かないといけないので、ちょっとウルルさんはね、ウルルさん今回女性らしいですよ。あらららら、男性と女性が一つになったのにね、2では。これ今だったらね、その他というね、もう今はやっぱりその何ですか、ジェンダーですか、私よくわかんないんですけどね、私もジェンダーとね、何あと何だったっけ、SDGs とかですか、もうようわかんないんですよね、あそこら辺が全然。ちょっとね、流行り廃りからね、乖離しちゃってるので、ちょっとわかんないですけどね。じゃあ、ここで、戦士を一人。戦士をね、連れて行きましょう。確か彼は上にいると思いますんで、あ、こっち回る必要ないのか。来ちゃったけどね。で、早速彼を、味方にしましょう。これじゃないね。誰だ？あ、これね、メルローズさんね。俺も連れてってくれよと、ちょっと待ってね。準備するからね、今からね。さあ、では道具で、友人さん。薬？あ、全然ないね。そっか、外さんといけないんだ。で、装備を解除しましょう。とりあえず友人さんは一度首にしましょう。で、ハロルシェさんどうしようかなってとこなんですけどもね。ハロルシェさん、そっか、ウルルさんよりハロルシェさんの方がいいんだね。ウルルさん装備弱いからね、チャクラも持ってないからね。あと鉄製をはめれないんでしたっけ。なので、はい、どんどん外していきましょう。これ一撃で外せるってのあったらいいんだけどね。はいはい、さあ、彼10、まだ遊銀さんの方がレベル高いかもわかんないけどね、高いかもわかんないんですけど、遊銀さん2のメンバーで私仲間にしたからね、ちょっと新鮮な人で行きたいなと思っております。いや、作戦じゃない、道具だね。遊銀さんのアイテム、パンプキンヘッドを渡す。私に全部渡せるかな。チャクラも渡す。ガントレットを渡す。ベアフットを渡す。で、フルプレートを渡す。
で鉄の盾渡す。シャムシールって何だったっけ武器か。はい、あ、もう渡せませんか。危ない危ない。ハロルシエさんに渡して、あと薬しかないんでね。で、その他仲間と別れる。で、友人さん別れましょう。はい、で、はい、メロロさん連れて行きましょう。ただでと。ね。彼いくらレベル？あ、一緒だわ。じゃあね、これでやっていきましょう。道具、まず、イアラさんから、ウッドシールド渡しちゃダメだね。え？は？ちょっと待って。あ、そっかそっか、ハロルシエさんだ。あ、そう、一個ずれ、一個繰り上がったからそうなってんだ。あ、驚いた。アイシャムシールを渡しましょう。メルロードさんね。で、次は、道具を渡しで、パンプキンヘッドを渡す。メルローズさん。で、チャクラムを渡す。メルローズさん。で、ガントレットを渡す。メルローズさん。ベアフットを渡す。メルローズさん。フルプレートを渡す。メルローズさん。で、鉄の盾を渡す。メルローズさんね。で、装備ね。はい。はい、チャクラムね。で、次は、武具を頭で。まあ、チャクラムは持たなくてもいいのかもわかんないんですけど、一応念のためね。はい、おお、148まで上がった。やっぱり鎧って一番防御力上がりますよね。さあ、じゃあこれで、あと薬は、薬ね、運が良かったらメルローさん99個持ってます。あ、持ってる、92個持ってる。傷薬ね。さあ、これで、魔法かな。あんまり使いたくないんだけどね。ハロルシェイさんの、特殊、翼や羽ばたけをワープしましょう。はい、で、B ディスクに入れて、ちょっと待ってね。B ディスクね。いや、ほんとね、世代バックアップって取った方がいいよね。大航海時代じゃないわ、大航海時代でも。そういう、あ、ちょっと待って。これで、個別、私、で、ハロルシェイさん。あ、ハロルシェイさん2番に上がったんだね。で、こうやって、お、ちょっと死ぬ死ぬ。魔法で。しかも、隊列めちゃくちゃだ。防御、魔力を回避、サイコシールド、いや違う、補助だね。シーリング、ダメだね。で、ここで魔法で補助で、閃光の輝け、よし、いいね。死んだし、イアラさんが死んじゃった。ちょっと何発とないんだこれ。ちょっと待って、向こう気絶してるんでしょ。あ、気絶してないやつが今まであんだけ唱えたのか。まあ、いったね。いきなりお金いっぱい飛んじゃった。千何本飛んじゃったよ。一応道具使っちゃいましょう。早速使っちゃったね。確かね、あ、そうか、まだ魔法持ってないんだね。魂の水をね、使いましょう。いや、ちょっと待って。よくよく考えたらね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、魔法、あ、装備じゃない。魔法で、結局私で帰らないといけないんです。翼が羽ばたけ、これが燃費の方が、こっちの方が燃費が良かったのかな。また A ディスク戻さないといけないね。何しに来たんだってなるんですけど。
ちょっとね、なんていうの？まさか飯原さんが死ぬとは思わなかったね。でね、あとね、この生き返らしですか？生き返らしは、ぶっちゃけると、あんま全然関係ないみたいですね。だからエルフの里で言ってた話は、なんか、ガセネタのような気がします。はい。そういうコメントいただきました。持ってるお金に依存するでしたっけ？なんかそういう話、あ、これ違う。イアラさん、あ、でもイアラさんもこの先、ハルル生産次第で、あー、しまった。ドワーフの村で、ここに生き返らせる人いましたよね。うん。どこだ？私の記憶だったら ここなんだけど、ここ鍛冶屋でしたね。これホテルは違うよね。ホテル、え？うん、どこだっけ？これは武器防具でしょ？こんな近くなかった気がするんですけど。違う。あら、確かドワーフの村をね、一時拠点にしましたから。あれ？これ違うでしょ？あ、ここね、この人歩くのか。あ、安い。ほんとだね。今お金持ってないから安い。前です。400取られてましたからね。なるほど。じゃあちょっと行きましょう。で、ね、そうだ。作戦だ。で、隊列変更。ハルル生産下げた方がいいのかな？いや、私下げないといけないんだ。ハルル生産がこうで、イアラさんがこう右翼で、メルローズさん正面にしとこっか。うん。で、突撃かますと。で、おい、これでもう一遍いきますよ、もう。いや、実はね、スナップショット撮ってんで、そっちで戻ってもいいと思うんですけど、ちょっとね、自分に厳しく、今更だけど、厳しくしちゃいました。はい、翼よ、羽ばたけね。あ、違う。違う。ハルル生産だ、そこ。あ、目の前に敵さんいますけどね。ハルル生産で、翼よ、羽ばたけね。さあ、これで勝てるかな。まあ、いや、正直私ね、勝てると思ってたんですけど、まさかね、あの敵だね、問題は。B ドラゴンは大丈夫でしょう。あまり魔法使いたくないんですけどね。あ、でも回復使っちゃうか。あれ？メルローズさん、前に行かなかったね。ということは、メルローズさん、役割、あ、突撃にしないといけないね。これね、あの敵がめんどくさいので、B ドラゴンだったらまだいいんですけどね。難しいとこだね。やっぱね、2人魔法、あ、しまった。一応メルローズさんにも石使わそうとしたんだ。あー、もうほんと困ったもんだ。一応ね、どうなるか分かんないんで、もう石持ってないでしょ。ハルルシさんも石持ってないでしょ。いや、ほんとね、見てる人もっと思うと思うんでしょうけど、もうやってて私ね、情けなくなるもんね。それ忘れてるっていうかね、もう、石取りに行きましょう。ハロルシェさんにも使ってみようか。まあ、使っても仕方がないんだけどね、ハロルシェさんは旧の人だから。旧世界の人だからね。また翼を羽ばたけね。また家に戻るのか。はい、ディスク A にね。と思ったらいい時間になっちゃったね。まあ、ここでちょっとお金稼ぎましょう。
うん、突撃でも歩かないね。メルローズさん。なので、メルローズさんでも MP 結構あるんだよね。ハルルセイさんよりも、あ、ハルルセイさんに近いぐらいあるんでね。作戦で使用制限、メルローズさんで、これだね。じゃあね、ちょっとお時間の方良くなりましたんで、この辺で終わっておきましょう。で、次は、石取りに行くというところですね。じゃあ終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。